粘り探偵ネバー。ここはとある探偵事務所。よいしょよいしょ、お掃除お掃除。彼は見た目は大人、頭脳は子供、女子の納豆兄さんネバー。ああ、水道の蛇口からジュースが出たらいいのにな。そして私が我が事務所の探偵、粘り探偵ネバー。今日も謎を解決するネバー。あ、きっと依頼の電話ですよ、粘り探偵さん。はい、粘り探偵事務所ネバー。納豆だけに粘り強く解決するのがモットーネバーよ。え、それは大変ネバー。すぐに行きますネバー。お邪魔しますネバー。ようこそネバリ探偵さん。私が依頼者の姫ちゃんです。先ほどの電話の話、詳しく聞かせてほしいネバー。はい、大好きなゲームをしている途中にトイレに行ったんです。そして戻ってきたらゲームのコントローラーがスイカに変わってしまっていたんです。どういうこと？私にもさっぱりわかりません。粘り探偵さん、私のコントローラーを探してください。これはどういうことですかね、粘り探偵さん。スイカに変わってしまった時、家にいたのはあなただけだったねバカ。いえ、他にもいました。僕、オンくん。私はパメコよ。っていうか、あなたたち誰？私はネバリ探偵ネバー。探偵さん？なんで探偵さんがうちに？実は、姫ちゃんがトイレに行ってる間、コントローラーがスイカに変わってしまっていたネバー。それは事件が起こった時、家にいたのはあなたたち二人ネバー。何か変わったことは起きなかったネバか？僕は自分の部屋でお昼寝してたよ。私は台所で昼寝していました。むむむ、台所で昼寝？怪しいな。あ、怪しくないし。そうやって証拠もないのに疑ってはダメネバ。探偵の参加状その1、粘る。粘る。まずは今の話とこの部屋の状況を見て粘って考えてみるネバ。いや、長えわ。粘りすぎでしょ。一週間も粘るだなんて。今回はまだマシです。1年粘る時もありますから。1年？コントローラーがどこに行ったのか知ってる人がこの中にいるネバ。誰ですか？それはあの飾ってる写真を見ればわかるネバ。あの写真に写っている姿と今の姿を見比べれば何か違いがあるネバ。みんなも考えてみるネバ。探偵の参加状その2、伸びる。私が天井に伸びるまでに正解を見つけるネバ。ネバー、ネバー、ネバー。全然わかんねえ。あ、写真のパパ子のほっぺたにはほくろがないのに今はある。え？あ、本当だ。せ
次回ねば。でもそれはホクロじゃない、スイカの種ねば。つまりそのスイカを置いたのはパパ子ねば。じゃあパパ子が私のコントローラーを。だからさっきおどおどしてたのか。誤解よ誤解。私の話を聞いて。何が誤解だこの野郎。違うのよ。そう慌てないねば。探偵の参加状その3、聞く。相手の話はしっかり聞くねば。どういうことねばか。確かにスイカを置いたのは私よ。でもコントローラーを取ったのは私じゃない。じゃあコントローラーはどこに行ったの。むこの後この事件は急展開を迎えるねば。次回に続くねば。今回のお話どうだったねばか。実はお話の中に隠れ納豆が5個隠れてたねば。ネバーギブアップで頑張ってみんな見つけてねば。あそことあそことあそこにあるから見つけてね。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバ。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。